皆さんこんにちは。なるほど10です。今日もレプスワールド3で遊んでいきます。さあ4-19です。行ってみましょう。ということは次がボス戦ですよ。4-20が。おお、下へ参ります。危ない。ちょっともっと怖い怖い怖い。あ、なんかあそこ下って書いてある。あ、もっと下行ってってこと？特にここになんか隠しトレジャーがあるとかじゃなくて。え？当たっちゃったの今。おお、怖い。ちょっと待って。慎重に行かないと。なるほど、君の身長は高いですよ。イエーイ。さあ、ということで。ジャンプ！危ない！お？ギリギリ。あー、ちょっと待って待って。下がってくるの？ふむ！ここなんか、隠し、あ、普通にあそこにあった。はい。ちょっと待って。あそこにある、これじゃん。ジャンプ！ジャンプ！よーし。わあ、なにこれ。これ普通にいけた。よし、クローバー。難易度がやっぱり上がってますね。ちょっと待って、これに。おお。出てきて。はい、もう一丁。慎重に行きたいけど、慎重に行くと、この時間が足りないっていう。よし、大丈夫。なんも出ませんかね。なんか、摩擦で手が熱くなりそうです。おお、おお、お、取れじゃなかった。あれ？ 1 個目のトレジャー見落としてる。左下方も1個目ですよね。え、なんで見落としちゃったの？さあ、こういって、ちゃんちゃん真ん中と。あ、あっちにあるの？消えちゃった。それかもしかしたら1個目が最後の方にあるパターンとかあるんですかね。うわっわっ、投げておきますか。当たんなかった、当たんなかった。危ない。よーし、タイミングが難しい。ここでジャンプ。こっちから行く。おお、わあ、2択どっちでしょう。正解はさあ、どっちもゴール。あ、ちょっと待って、危ない。怖い怖い、連打する。はい、あら、はい、ほい。おお、逆に身長が高かったら、背が高かったらやられてるパターン。ちょっと当たんない。当たんない。え、どういうこと？あー、そんな。いやー、調子よく行ってたんですけどね。しかもここクローバーだったの。まあ、そういうもんですか。悲しいですね。ちょっとあれですよね。あー、また油断したらこうなるんですよ。ちょっと今回右から行き、あー、落ちる、あ、落ちる。よくある、よくあるパターンですよ。一度落ちるとどんどん下まで落ちるみたいな、縦スクロールあるある。さあ、ここでジャンプして、こっち行って、よし、クローバー。違う、うわっ、落ちてきた。怖い怖い怖い。もう時間アップ。はいはいはい。ああ、取り手あった、よかった。よし、大丈夫でしょう、これで。はい、ゴールへ導いて、とっとっ。アクションゲームになってきた。さあ、これ何これ。お、クローバー。ええ、どうやってあっちに行くとか。え、なんか隠しがあるの。あ、あそこにあれがあった。よーし、操作もバッチリ慣れましたね。嬉しい。さあ、ありがとうございます。ということで、今回の動画以上となります。他にもたくさん動画ありますので、そちらもご覧くださいませ。チャンネル登録、高評価、コメントもお待ちしております。次はボス戦です。よかったらご覧くださいませ。ではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。